グッパーティットは GNU パーティットの GTK フロントエンドであり GNOME の公式パーティション、編集アプリケーションである。グッパーティットはディスクパーティションとファイルシステムの作成、削除、リサイズ、移動、検査、そして複製に使用される。新しいオペレーティングシステム用の領域の作成、ディスク使用状況の再編成、ハードディスク上のデータの複製、 そしてあるパーティションの別パーティションへのミラーリングに有用である。グッパーティットはリベパーティットを用いてデバイスとパーティションの検出と操作を行う。なお、リベパーティットの対象外であるファイルシステムへの対応はいくつかのファイルシステムツールによって提供される。こうしたオプションのパッケージは実行時に検出されるのでグッパーティットの再構築は必要ない。 グッパーティットは C で書かれており GTKMM を用いて GTK と連携する。全体的には GUI をできるだけシンプルにし GNOME Human Interface Guide Line に準拠するというアプローチをとっている。グッパーティットプロジェクトはライブ CD、ライブ USB、または他のメディアに書き込み可能なグッパーティット同梱のライブ OS を提供している。この OS は デビアン GNU、Linux ベースである。また、g o p a r t i d は、最近のバージョンの Puppy、Cnopix、そして、Partit マジック等、他の GNU、Linux Live CD でも、利用可能である。g o p a r t i d の代替ソフトウェアは Discs ススである。g o p a r t i d は、ファイルシステムの以下の操作に対応している。複製欄は、g o p a r t i d が該当ファイルシステムをクローニングできるか。 どうかを示す。グッパーティットはコピーペーストのマウスジェスチャーでクローニングすることができる。ディスク全体のクローニングはできず、一度に一パーティションのみクローニングできる。グッパーティットでクローニング操作を実行するとき、コピー元のファイルシステムは使用中であってはならない。グッパーティットはファイルシステムレベルでパーティションをクローニングするため、 コピー元のファイルシステムがコピー先のパーティションの大きさを超えない限り、同じコピー元から異なる大きさのコピー先にクローニングすることができる。ありがとうございます。